皆さんこんにちは。管理人です。今日はセローのリアタイヤの空気を巻きた正充電式空気入れ MP100D を使って充填してみました。箱は充電器が入っているのでかなり大きいです。重さは 1.1kg ぐらいなので結構軽いと思います。バッテリーは 10.8V のリチウムイオンバッテリーです。充電器は 10.8V 専用です。電源ボタンを押して起動します。上のボタンを押すと、圧力の単位を変えられます。左右のボタンで指定圧力を設定します。ノズルをバルブに固定します。トリガースイッチを押します。デジタルメーターを見ると、現在の圧力が表示されてます。動作音量は、それなりですね。排気圧から充填して約55秒ほどで入りました。手持ちのエアーチェッカーで測定してみます。設定値 150kPa 確認です。世の中いろんな充電式でしかも小型のものがありますが、マキタ製は自分でもプロ作業用として使用しているブランドなので間違いはないものだと思います。大きさもほどほどなのでトップケースやサイドケースにも十分入れることができるサイズなので、十分実用的かと。